え、イチジクですね。ほら。この間、つが、3日前よりかは、ほら、こんなに立派に葉が開いてきましたね。ほら、こっちも、なかなかいい感じです。で、こっちは、もうそこら中から芽が出てきてくれてますね。ちょっと先っぽちょっと元気ないですけどね。こっちもいけてますね。ということで、こっちは相変わらず元気です。で、なんかカミキリムシ予防っていうんですか。それで、あの、ガットサイド S、 これがいいっていう、なんかやっときゃ大丈夫だよみたいなこと、 100% じゃないらしいんですけど、これだけのもんですね。こんな感じです。なんかこの辺のね、右に塗っとくらしいんですよ。で、なんか使用の YouTube とかネット情報で見たら、あんまりこう緑のところには塗らない方がいいみたいな感じなんで、ハケでちょっと塗っていきたいと思います。蓋開けるとこんな感じですね。内蓋がついててペンキみたいな感じですかね。ほら、結構この泥除き丈夫でしょ。まあこれちょっとイチジクなんで関係ないですけど、乗っけても全然ビクともしない、いい感じですね。まあこれはこれでいいとして、でこれをハケでペンキと一緒っぽいからやっぱ振った方がいいんですかね。振って開けてみると、うわ、こんな感じですね。で、筆で塗ると、あ、もう延期ですね、ほとんどね。これをこんな感じで塗るってことですよね、きっとね。こうすると予防らしいんですけどね。農薬は農薬なんでしょうね。予防になるらしい。たっぷりになった方がいいんでしょうか。どうでしょう。まあ、一昨日ぐらいにね、Amazon で注文するとすぐ来たんですけどね、ちょっと時間がなくて、今日もね、出勤前なんですけど、これぐらいならできるだろうと思って、ちょっとやってます。こんなもんすかね。ですかね、どうでしょうか。ちょっとね、こっちも元気だけど、塗っときましょうか。こういう予防のものはね、本当はもっと早ければ早い方がいいんでしょうけど、コメントいただいて、匂いはなんか農薬っぽい匂いしますね、やっぱりね。まあ、イチジクだけじゃなくてみかんとか
そういうのにも使うらしいんですけどね。よっしゃ。こんな感じです。こんな感じです。よいしょ、これでちょっと様子見てみまーす。ペンキではないんでね、結構あっさり水で流せば流れますね。よいしょ、いいかな。サイド S ですね、でしたね。まあコメントいただいた方のおすすめもあったんで、6月から7月が3番ちょっとよく時期的にどうなのってあるのもあるみたいですけど、まあとりあえず何にでもみかん、夏みかん、いちじく、いろいろ使えるみたいですね。まあ、とりあえずいいです。以上でした。